ちが来たかったんだけど、はい、6日しかお休みができないっていう。そうなんですか。5日までです。
せて、例えばうどん粉がもうずっと出て困るっていう場合は、はい、早期にうどん粉の治療薬だか予防。自分で、もう本当自分で。